ゆっくりがお送りするガンオン実況動画。今回は、オーダー最新デロックスで新機体出そうかと思ったけどイベントでタダガシャやってるみてえなんで先にわしをバルハラに導いてくれ。今回はレンタル入ってないんで期待できるマリサもいますよ。わし百式ガンブムのキンズとか欲しいです。正直持ってない機体なら何でもいい。何でもいいとは言ってない。無課金が贅沢言うんじゃねえよ。トリマに買い回してなんかええの出してっからそのままの勢いでデロックでも絡みていきんずゲットし、バルハラさんどうして。ただめかチケ10枚とかいういっちゃんの外れ引く願音テーブル無課金なんだから当たり前だよな。1年前くらいにわし1万円課金しました。過去の課金を盾に1年も無課金でプレイするとか恥ずかしくないの。さすがに次は何かしらの設計図出してください。カメラ回っとるんやぞ。バルハラさんどうして。こいつそれ言いたいだけやろ。ふざけんなよ。砂漠陸岩とかいらねえよ。なんで無料機の銀図とか入ってんだよ。かとってもイベガシャは激絞り設定。お客様の金図の価値を絞るためです。ご安心ください。さすがにこれは流れ悪いんで一旦チャンネル切り替えてからの最新デロックスガシャコン行ったります。ただチケで。ただチケに決まってんだろ。こんなゲームに課金するか。ソーディア銀図出ました。状況不安定実況。ただソーディアは微妙っていう噂がわしの願音情報網から極秘にキャッチしてますんで、ここはグレイズアインも確保しつつ、好きあらばカラミちゃんの金図も欲しいんで泣きの一回やっと。いいから早回せよ。頼む。アインかカラミの金図出てくれ。当然のように白枠演出各自一旦動画を一時停止して白米をご用意ください。ごめんグレイズアイン金図出た。ふざけんなよ。こんなゴミクズ無課金プレイヤーに最新機体の金図出していいんですか運営さん。こいつ無課金に親でも転がされたんか。つうことで新機体2機の試運転に選ばれたのは人猿ニューヨークでした。回収されたタクラマカン砂漠どうなりました。相変わらず20分 BA マップで何一つ家取れませんでした。クソが登れる高台なくなって前よりひどくなってるまである。こんなことより編成はグレイズアインとソーディアに。現在パイロットパスで金図ばらまかれてるジムキャツー。最強の240コスグレイズのグレイズつよつよデッキです。実質グレイズとグレイズアインの2機編成。初動は特に誰も指示出さない深夜の無言戦場ですんで、ここは早速グレイズアインのゴールハック根強くを試すチャンス。ただ2段格闘はもっさりなんで、範囲広い2頭をの N 型で場合によっては歩兵戦になる可能性も。頭部センサーパカーの出撃シーンから最速地下ダッシュいったるで。やっぱ格闘機でネズルなら地下ルートがいっちゃん可能性ありますんで。この2頭 N 型はガンダムの2頭みたいな D 角で、踏み込み浅めながら範囲広くて当てやすいね。かこれまんまバルバトスのミラーみたいな機体。格闘当てると 2.5 秒比ダメ比 DP を軽減する固有モジュがあるんで、ほぼバルバトスと同じ使い方する格闘機。ただこっちはアクションキーで壁裏に隠れた敵を検知できたり、ネットバズみたいな投げ斧もあるんで、コスト20高い分性能も優秀。なぜか初動機下にザクタンク3いたんで貴重なポイント養分になっていただきました。恐縮です。低コス砲撃相手でも容赦なくねっとり格闘。そしてあっさり Y 拠点下まで行けちゃうラッキー展開。上がる時に一応頭ガンオンセンサーでウォールハック。上下方向にもハッキングできるんで、こういった段差あるとこも便。こいつ全然後ろ見てねえな。拠点入れればよかろうなのだ。あちょやめてください。一回拠点殴らして今動画撮ってます。ははバカめ。これがグレイズアインさんの端マシ一つやぞ。金図武器の端マシの火力は低コス機よりさらに低いんで、根付きとしては裸拠点じゃないと微妙。さらにバルバトス同様鉄器殴ってカチカチ状態だと拠点へのダメが大幅に下がるんで注意。トリマ初動拠点殴れたんで気分よく2機目のソーディアで中央3防衛行ったるで。マグマムスリケンを食らえ。このビームダガーが DP 力が高めで一見強そうだけど、
射程短い発射間隔遅い赤炉誘導内投擲動作ありと劣化ビームマグナムみたいな罠武器。5年覚醒するの忘れて死んでました。アクションキーで30秒間エイジシステム発動でき、ロンビの威力とチャージ時間が向上、敵機撃破時に DP、ブースト、弾薬回復、すべての武器威力 10% 上昇と悪くない性能。覚醒の性能も優秀で論理持ちだけど、ただ一点追撃武器がろくなもんないという結果的に論理撃つしかできない機体 SA ビームください。だが安心してほしい、このキンズジムキャツーが必ず3を取りか。バルバトス乗ってるやつ全員死ね。お前もグレイズアイン乗っとるやろ。やはり頼りになるのはコスパ最強240キスグレイズさんなのですよ。ゲーム3死にすんバルバトス嫌がります。チャンス、そう思ってゲッタートマホークしたけど斧だけ発射されてなかった。何を言ってるかわからねえと思う。外火薬発射途中で武器切り替えすると弾でないガンオンあるある。この切り替え早すぎると弾でない仕様で何度イラついたか数知れ。最近はゲーム自体がラグいのもあって、しっかり発射されたの確認してから切り替えないとストレスマッハ。どっちみちキュベレイオンラインでストレスしかないで。初動3分で4機ラーメン入りする通常運転。なんやかんやでグレイズアインクール明けで、地下からのけしからんネズを処理に行く。これはクランクニーの分。ははこれが最新360格闘機のインチキ力やぞ。オールハックで居場所丸見えからの熱湯ので動き封じてクソ広格闘とか1対1なら無敵じゃね。まあ怠慢場面なんてそうそうないけど、こういった兵所移動からネズ突するときはかなり強力かも。高感度頭部センサーで敵の位置確認できるのと、そこから熱湯ので動き封じれるって性能がすげー噛み合ってるんよね。この近距離でネット外すやつを熊狩り成功したんだから結果オーライやろ。ただこれ地下にいるのは確実にバレてますんで、敵の防衛もどんどん来るってことっすよ。早速グレガルさん見張りに来ましたね。だが何回来ようと角マチックネットリ天国で焦点するだけなのですよ。すまんにゃ、やり口がえげつない。でもさすがにこれはネズできそうにないんで帰ろうかと思ってたらまた防衛の人来ました。むしろこれ防衛狩りしてるただの角マチクソ野郎だぞ。ただ今度は相手も警戒して完全にガンマチしてますよ。ここはオールハックで確認してっからの熱湯のと網了解し、距離感わかんなくて外す。さらに格闘リーチも見誤る。完全にオアターです。許された。これは泥仕合の予感。あれ、さっきの優勢ゴーどこ行った。あ、しゃがみ挨拶して待ってますね。すまん、ネット投げてもうた。ここはさすがに帰ります。貴重な武士道プレイヤーに比例を浴びたい。今時地下で怠慢申し込むプレイヤーとは珍しい。ということでグレイズアインは地上でもできるってことを見してやりますよ。ハンマー天草もネットリオノからの2頭分分でゲッハ。ボイトとネット格闘とかインチキすんじゃねえぞ。最大の敵はミラーキグリムゲルで、そんなことよりソーディアちゃんの真の力を今度こそその目に焼き付け。エイジシステム発、あちょこれ発動すっとロンビのチャージリセットされんの。こういうとこも地味に不便。ただロンビの火力は確かに覚醒中だと高くていいね。ただやっぱ膝つかせてからのダガーが安定しない。一応フルオートのドッツライフルはあるんすけど、そっちは持ち替え動作あるし、当然赤ロック誘導しない。やっぱセミオートのドッツライフルがあればだいぶ戦いやすくなるんすけどね。チラチラこういった空中戦闘後ならダガーでもいけたりするけど、射程が400もないんで格闘振った方が早いかも。やっぱ SAB 来欲しいですなあ。チラチラそしてこっちのキンズバラマキジムキャツーにも実派 SAB 来がないという衝撃の事実。ラモンで赤炉誘導する内蔵のビームキャノン M を初手でチクチクして、追撃にジムライフルで削るという苦肉の策するっきゃない機体。 SA ビームさえあればそいつで初手 DP 削りして内蔵のビムキャに切り替えて追撃とかもできるんすけどね。カリベは SA ビームもタンマシも持てるマリーネ配ってんのに、
なんで小田はこいつ配った？三種の状態異常グレポイしてろってことですか？トリマ残り2分なんでラストグレイズアインでチカネグサイドチャレンジ。今回は地上にみんな行っててチカはノーマークチャンスやで。防衛いたけど奇跡のジャンピング回避グレイズアインさんのタンマシカーニバルの始まりや。仲良く合流の罠ぐれたら勝ちみたいなとこありますんで気にすんな。ラストはロンビ格闘機ソーディアちゃんの華麗にオバヒテイコスト狩りでパーフェクトフィニッシュ。これが340コスでやることですか？ソーディアとジムキャツーにはセミオートビームライフルの実装を要求する。試合はなんやかんやで小田がええ感じに勝てました。終始中央は押されてたけど突破で制したって小田には珍しい展開でしたね。順位は非常に普通の上級を散歩左官プレイヤー感偉い自画自賛がすぎる。それでは皆さんお疲れ様でした。来週は大規模参戦ポイントで粗品交換できるイベントバーミリオンフロントが開催。一部イベント機の特性上げに使える専用の特性強化チップが新登場らしいですよ。あとはいつもの大規模トナメ。今回は360コス以下なんでキュベと自由のいない戦場。そして来週は3連休なんで、土日月だけ大規模2回参戦でハロメダル1枚もらえる EX アクティビティを特別に追加。実質ガンオン刑務所の景気2倍イベント。生ガシャ更新で1日1回110円ガシャもあるよ安い。霊夢さんも回すんですか？いいえ。ということで変な空気なったけどまた次回。ごめんね。許す。